ニト <music> こんにちは4月の26日木曜日の株と為合わせの売買シナリオでございます今ちょうど4時41分になったという時間帯でございます、えー、さて本日でございますけれども午前の9時から 東証よりつきに合わせてこちらでございます日本テレビさんの日テレニュース24マーケットナビ出演させていただきましたでここで、ま、これ土屋由美さんですけども私が東証の方でコメントしているのはこれ日本テレビのホームページから、まあ、どういった内容でコメントさせていただいているのか、えー、ご覧になれるんですが実はここのところではなくって私が注目しましたのはっていうと日本テレビさんに叱られますがこちらでございます明日の午前、えー 1 10時半からでございますけども、南北首脳会談が始まりますよ、というところで、いよいよですね、朝鮮半島情勢の大きな変動が始まってくるのかどうか、歴史的な場面かもしれません。ただし、ニューヨーク市場関係者などと話をするとですね、トランプ大統領からリビア方式での比較化を求めているという状況の中で、南北がどういった合意をするのか、終戦合意であったりだとか、比較化に向けた動き、朝鮮半島統一という いうのような動きがですね、えー、米国の見方、えー、米朝会談を控えての、まあ、方向性と合致するのかどうか、えー、この辺が大きなポイントになってくるのかなというところでは極東地政学リスクにも、まあ、及んでくるというところですね、これは明日でございますけれども、えー、十分、えーまあ、今からご留意していただく必要性があるんじゃないかなと、明日はおそらく、えー、これ一色になってくるんじゃないかなという,ふうに思います。で合わせててなんですがそうは言っても え、マーケットの本筋はやはり金融政策というところになりますでしょうか。明日でございますけど日銀の金融政策決定会合ございます。え、で、これ、 え、お昼頃でしょうかね。え、そして15時半に黒田日銀総裁の記者会見ありますが、ここで、ま、いろいろ、え、明日に控えて、え、各、報道機関さんがちょっとお問い合わせいたんだいたんですが、ポイントは1点だと思います。え、若田部副総裁、そして片岡新議員、日米の通商問題を抱えている中で、円安を誘引せざるを得ないような、え、 緩和緩和的っていうんでしょうかね。発言をどういった形で抑制するのかしないのか。えー、河瀬報告書、財務省の、米国の財務省報告書でも、日銀の金融政策に関してはちょっと牽制的な姿勢。そして、えー、日米首脳会談においてはトランプ大統領から内政干渉と思えるような我が国の金融政策においては、あえて何もタッチしませんでした。えー現時えー、現国においてもそうなんですけれども、米国の10年再金利、この上昇によって、まあ、要はドルが自立上昇しているとい という中でわわざわざ円安を加速させるような、これあくまでもドル買いになってますのでね、ね円売りではなくてドル買いになっているという状況の中で、わざわざ日銀が、えー、さらに一歩進めることができるのかどうか、ちょっと個人的にはクエスチョンマークですというような話をさせていただいたんですが、そうした中では据え置き感が非常に強まっている。ででその中で、えードル 非常に強まってますよね。ご存知のところかと思います。前日終わりに日ではドルは大衆象通過ほぼほぼ全面高になっていると。じゃあ円売られてるのかというと、下落している黒線などもございますので、ドルの動向にわざわざ円安加速させるとはちょっと思えないのが明日なのかなと。ただしこの地政学リスク、これ非常に前後しますが、朝鮮半島情勢の首脳会談でもこっちは留意というところかと思います。で、この辺をどういった形で咀嚼しているのか、えー、ちょっとクエスチョンマークなんですが、 いつも注目しておりますが、日経225のオプションでございます。さあ、こちらでちょっと気になりましたのが、日経225のコールの方なんですが、こちらですね、2万3千円のコールが4 9 0 0枚と、かなりブルコール気味になっているというところなんですが、一方でプッと、 ちょっと出来高の方が増えてまいりましたが、気になりましたのが、先ほど申し上げましたのが、2万3000円のコールでの膨らみという一方で、2万1000円のプットが4000枚、えー、なんと2万円のプットも3700枚というところで、 との出来高の方もかなり攻防を膨らんできているとこういうところで上下双方向なんでしょうか、えー、少しリスク感能度が両サイドで強まってきているというような状況かと思いますさてそうなりますと今夜ですけどもどういった形で作戦練ったらいいのかとういうところで今夜またちょっとテーマが違ってくるんじゃないかなというふうにして思っております、えー、そこで今回の売買シナリオはこちらでご案内させていただこうかと思います 今回の売買シナリオ、ドル円からでございますが、109円の20銭から109円の70銭の予想オレンジで勘案いたしました。2070です。で、現時刻、東京金融取引所、クリック365でのドル円レト、109円の30銭水準というところでしょうか。で、今回のシナリオ、ちょっとややこしいんですが、9の20で買たい期、売り戻しが9の70、50銭幅ない。で、損切りなんですが、1、2、3と、それぞれのリスク許容度、 ご覧いいいただいている皆様方の私はちょっと浅めにという,ような形でですね、えー、9のちょうどというふうにして勘案したんですが、えー、このテクニカル的なところのポイントを合わせますとですね、まあ、9の20で勝て70ですから50銭以内という形になると、まあ、8の70銭ぐらいまでがイーブンという形だとは思いますが1案が9のちょうど2案が8の803番目 108円の50銭さすがに言われたらちょっと万歳だろうとこういうところでこの3案を、えーまあ、ご案内させていただこうかと思います。で、かなりですね、ちょっと店舗感が非常に強まっているので輸入企業などが、まあ、かなり解消そう、まあ、解消そうというほどでもないんですが、えー、かなりビットを集め、 で一方で、期日前であれば、それほど焦燥もないんでしょうが、日銀の単価レートちょっと思い起こしていただければと思いますが。輸出設定レート109円の66銭。まあ、要は109円台の後半から売れたら、まあ、御の字だという向き。 内緒は従前から申し上げておりますが、ええー、まあかなりですね、東京金融取引所などでのドル円の回避率も下がってきてるんですが、やはり今年からのですね、えー、買い下がり、逆張りで、ええー、ドル円の縦玉を、まあかなり、ええー、増してらした方々、エフクスの投資家の皆さん、イーブンが大体まぁ113円、105円、ええー、まあええー、こちらでは8円幅ありますので、ええー、割って4。 105円に4足して109円台。まあ、どっちずれにしてもですね、ちょうど109円台のところでイーブンコスト。少しでもおコストに見合うような形となりますと、まあ、昨年の末からなのかもしれませんが、110円に向けては FX からのお戻しのフローというのも出てくるのかなというのがちょっと想定される。えー、そうした中で、えー、2月の8日の9の80、200日線が、えー、取ってます。110円の20線、ないしは、 まあそうに、まだちょっと大きく聞こえてないんですが、1ドル110円の壁がどの程度厚いのか、ちょっとオプションなどの設定感想が聞こえてこないんですが、この辺は多分意識されてるというところだと思いますので、今夜ですね、えー、米国の10年債金利が 3. 点また何パーセントになるのか非常に難しいところだとは思いますが、ここで店舗感よくですね、ドル円の上進性を強めるのかどうか、ちょっとクエスチョンマークなのかなと。そうなりますと、先ほど申し上げました、今夜の主役は何かというところですと、 欧州中銀、ドラギー CB の会合がありますよというところ、この辺をちょっとですね、20時45分から21時半、えー、特にユーロ円でしょうかね。まあ、ユーロドルもそうなんですが、ユーロ円の方が分かりやすいかもしれません。円に対する圧迫度が強まってくるのかどうか、ちょっとご,ご留意いただければというふうにして思います。えー、ドラギー CB の総裁、えーま、資産会入れプログラム、ま、おそらく月額ユーロで、これ300ユーロ多分変わらないんだろうというふうにしておます、えー。問題はですね、前回の理事会でフォワードガイダンスがちょっと修正されて、 えー、資産購入プログラムの資産拡大っていうんでしょうかね。規模拡大の用意があるという、これ文言を外したので、えー、まあ、ちょっと強めに見てるんじゃないかというような見方があったんですが、で、ここであまり大きく報じられてませんので、ちょっと竹部今日は長いですが、えー、ユーロ円に関してなんですけども、インフレ目標、これ2%弱、まぁ、あ、大体これ皆さんご存知のところかと思いますが、4月の18日でございました。えー、ユーロ圏の欧州圏の で、CPI、消費物価指数、これ発表されてるんですが、これ実は改定値でございまして、その前の前の週だったでしょうかね、速報値から実は下方修正されておりますので、インフレ率、これ低下してます。そうした中で ECB の高派にとってあまりよろしくない材料、ECB というか、ま、ユーロ円など、ユーロに対してブルの強気の方々にとってはあまりよろしくない材料出ておりますので、これをもってして、ドラギ ECB 総裁がちょっと弱気な発言、なしはここ最近ずっと新 緊張な姿勢を示してらっしゃいますので、改めて、えー、まあ、緩和に向けて、失礼、緩和から引き締めに向けてというようなスタンスを、まだまだ先だよというような形で言いますと、ユーロ売られてくる可能性ありますので、ユーロ売りドル買いが転じてドル円出てくるのか、ユーロ売り円買いがドル円をちょっと圧迫してくるのか、ちょっと非常にややこしいですが、この辺ちょっと、 と、20時半過ぎぐらいから2十時半過ぎ、ちょっとご注意いただければというふうにしております。その他でございますが、21時半の、米国の耐久財受注、それと、いっぱいこれがらがら、ガラガラ、バタバタバタバッと書かせていただきましたが、またまた今夜もですね、えー、インテル、アマゾン、マイクロソフト、明け方にかけてでございますが、米国の主要企業の決算発表ございますので、これで米株に振り回されてくる可能性もあるよというとこで、基本的には竹部、また戻りますが、ドル円の方は浅めにリスクと、 というところで、9のちょうどとしましたが、強気に見てらっしゃる方でも、8の50になったら一旦はというところで、ちょっとこの辺をチェックしていただければというふうにしております。基本的には120分足ボリンジャーのプラスマイナス2シグマ、マイナス2シグマの方がまあ当然ですけども、こちらの方のリスクをちょっと意識してというところが今回のドル円でございます。 日経225の方でございますが、22,400円から22,550円。現在が22,430円ぐらいというのが、東京金融と一緒クリック株365での日経225というところでございます。本日の日経平均株価の方は、プラスの104円というところで、当初一部の値上がり銘柄数も1,200超えました、えー。基本的にはまあ,あ、ドル円レートに助けられたのかなというふうにして考えております。えー、米国の主要産指数、まあちょっと待ち待ち感ありましたが、ボーイングだとか、えー、そうしたところでの 決算にまあ支援されてというのが本日だったかと思います。えー、その他でございますが、やはり金利というところの上昇感では、あ 金融セクター、えー、この辺の強含み。まあ、この辺はですね、実は日本テレビさんでも申し上げたので、えー、重複してしまいますが、あとは高決算の東京エレクトロンだとか、まあ、半導体関連でしょうかね。えー、この辺の経引性が非常に強かったというところかと思います。えー、そうした状況の中で、えー、二重業種というのはちょっと物足りない感じもするんですが、金融取引所のこの日経2指数22個室、22,400円どころか今日は、えー 維持できるのかどうかがポイント、えー、そうしたスタンスの中で22,400円で買って22,500円で売る え、戻しが2万2300円と、損切りですね。まあ、非常に、ちょっと100円イーチということで、えー、イージーな、あーえー、ストラテジー、シナリオだというふうにしてご指摘もあろうかと思いますが、2万2500円水準のところでなかなか寄せていかないなというのが今のところの悩みでございますので、やはり米株に振り回される、まあ、欧州中期に振り回されるという言い方になるのかもしれませんが、ちょっとその辺のスタンスはですね、ちょっと今回は解体期というよりも、えー、本音はまあ様子見してもいいのかなぐらいのイメージで、 えー、日経225の,のシナリオは勘案しております。 今日はちょっと長めでございましたけど、さて先ほど申し上げました、ユーロ円、ユーロの動きなんですが、こちらですね、今、ユーロドルというよりもユーロ円の方が分かりやすいのかなというふうにして思いますので、こちらなんとなくイメージでございますが、チャート、お取り組みの方もちょっとイメージ捉えていただければと思います。132円の90銭、132円の、まあ、この60銭、132円の2010、この辺でしょうかね、200日銭が下をサポートしてくれていて、日足の雲の上限が上値を圧迫しているというところでしょうか。 円のこの辺をちょっと超えていくには、かなり厳しいのかなというイメージ感で捉えております。そして、こちらですね、ECB のホームページにご覧になっていただければと思います。欧州中 ECB 総裁の えー、記者会見、こちらのも直接ご覧になれるかというふうふにしいと思いますので、えー、ぜひチェックしていただければと思いますさて、明日でございますよ、ね、南北会談、えーえー、冒頭に申し上げました南北会談があったりだとか日銀の金融政策決定会合、まあ、ちょっと日銀の金融政策決定会合のはちょっと、えー、潜むようなイメージではございますけれども大きな報道でですね、えー、マーケットがあ、まあ、思惑でちょっと動いてくるかもしれません、えー、リスク管理の方はですね今のうちに再チェックしていただいてお取り組みいただければと,いうふうにしいと思います。 そして明日でゴールデンウィーク直前の最後の日になりますのでね、ポジション調整だとかそうした動きちょっと理屈に合わないような動きも出てくるかもしれません今のうちにですね、まあ、取引画面ちょっともう一度再チェックしていただいてお供えいただければというふうにして思います以上4月の26日木曜日の株と為替の売買シナリオでございました